お堀電車。作、堀川文化を伝える会。絵、村岡幸子。名古屋城はみんなが知っている名古屋のシンボルです。では、お城の周りにお堀があることを知っていますか？お城の周りに溝を作って敵が攻めてくるのを防いだのです。その溝をお堀と言います。名古屋城にはいくつものお堀が作られましたが、一番外側の堀を外堀と言います。この絵地図の赤い線で示したおよそ2キロメートルの外堀を、昭和51年までお堀電車と呼ばれる電車が走っていました。お城のお堀を走った電車は日本でも名古屋のここだけでした。お堀電車は今から100年以上前の明治44年にできました。名古屋の東に瀬戸という町がありますが、そこは昔から瀬戸物と呼ばれるお皿や茶碗作りが盛んで、今でもたくさん作られています。お堀電車は瀬戸で作られた瀬戸物を運ぶための貨物電車でした。お堀電車ができて、たくさんの荷物がいっぺんに運べるようになり、瀬戸の皿や茶碗は日本中に広まったのです。瀬戸でお堀電車に乗せた皿や茶碗は、お堀電車の終点の堀川という駅まで運ばれていました。堀川駅で降ろされた荷物は電車から船に積み替えられ、堀川を通って名古屋港まで運ばれました。それから名古屋港でもっと大きな船に積み替え、日本だけでなく海外へも売られていきました。お堀電車の終点堀川駅の周りは、荷物の積み替えをするために大勢の人が働く、とてもにぎやかな場所でした。もともとお堀だったところを走るお堀電車は、いろいろな工夫をしていました。お堀の角のところはとても急なカーブになっていて、サンチャインカーブと呼ばれていました。普通の電車よりもずっと遅いスピードでゆっくりと曲がっていました。またお堀の石垣に橋がかかっている本町橋の下は幅が狭くて、2つの電車がすれ違えないので、上りと下りの2本の路線を重ねるガントレットという珍しい工夫がされていました。名古屋城の外堀を走るこの電車を、たくさんの人が親しみを込めてお堀電車と呼びました。今からおよそ70年前、戦争が終わって日本が発展し、たくさんの荷物を運ぶのに船に代わって自動車が使われるようになると、お堀電車の荷物運搬は廃止になりました。そしてたくさんの会社、学校に通う人がお堀電車を利用するようになりました。およそ60年間走り続けたお堀電車は昭和51年に廃止されました。お堀電車が走っていた後は、大津町という駅のあった場所に階段が残っているだけです。お堀電車が大切な役目を果たしていたことを、これからも伝えていってほしいと思います。